市民らのボランティアで支えられているイベント、小樽雪明かりの道。ろうそくを灯す氷の台座などに相次ぐいたずらに胸を痛めている人がいます。修復の現場を取材しました。夜の小樽に揺らめく10万本のろうそくの明かり。市民の手作りで25回目を迎えた小樽雪明かりの道です。明かりの一つ一つに平和がいつまでも続いてほしいという思いが込められています。そんな平和を願う祭り会場で相次ぐいたずら。これが全部で11本あるんですけど、11本中9本倒されて、でそのうちの1本はもう完全に粉々に砕かれてて。被害があった手宮線会場です。標柱は雪のオブジェやキャンドルを置く台座として実行委員会が設置しました。標柱の表面には修復の跡が無数にあります。乗ってるあのスノーキャンドルも全部、壊されてたって、そういう状況ですね。毎年ね、倒されたり、まあ1本2本なんですけどね、っていうのはやっぱありますよね。ただ全部倒されたっていうのは今回初めてです。いたずらは午後9時から翌朝にかけて繰り返されているとみられ、実行委員会は見回りを強化しています。一番最初の印象は雪が多いっていうイメージで、実際になんかいろんなことが出来上がる姿を見て、まあ感動してます。氷柱を修復するのは韓国から来たキム・ライオンさんです。キムさんは平和を願う祭りの開催趣旨に賛同し、オブジェの制作や修復を行うボランティアに参加しています。祭りは2000人のボランティアで支えられていますが、海外から参加するボランティアも多く、今年は韓国と台湾から66人が参加しています。いやー、そんなことしちゃダメですよ。心が折れるよ、折れます、心が。たくさんのボランティアさんとか、ここの小樽の方々の思いが、心が込められているので、大切にしてください。お願いします。このイベントはボランティアで成り立ってるので、地元の小樽の小大生なんかもたくさんボランティアに来てくれてるんで、やっぱそういう人たちが作ってるその雪明かりを見てほしい。多くの人の心を灯す小樽雪明かりの道は明日までです。